まずいつもと順序が違いまして、常任幹事会はこれから行われます。したがって、常任幹事会でどういう議論が行われるかということは分からないわけですが、その後私、会見の予定がございませんので、一応、上巻を通った場合にはという、仮定の条件で、少しお話をしておきたいと思います。内容的に言いますと、新たな候補者ということで、お一人が徳島一区、高橋英さんであります。広告会社にお勤めであった方で、実は高橋さんの、お母さんは参議院議員として、野党統一候補として徳島で一期務められました。三木元総理のから見ると、お孫さんということになります。今の政治の状況を見て、自分もしっかりと関わっていきたいということで決意をして、立候補を決めていただいたということであります。それから現職ですが、石垣のり子さん、参議院宮城選挙区、それから森谷隆さん、参議院比例区、お二人も公認支持者に出ておりまして、今日の上巻で公認が、決定が行われる予定であります。上巻は以上です。それから補選が行われまして、補選の後も記者会見もやりましたが、その後私、ゴールデンウィークは、三重2区に応援に行ったことと、群馬に行った以外は、大体地元にいて、自分の活動を久しぶりに腰を据えてやっておりました。昨日も6会場、青空座談会、ちょっと雨が降ったりしましたが、連休の間に全部で20会場ぐらいはできたかなというふうに思っています。主として後援会組織の弱いところにポスティングする形で、つまり住宅地ですね、新たな、そういうところでやっておりましたが、今の政治に腹を立てている方っていうふうに聞くと、ほぼ全員が手を挙げるということで、非常に厳しい見方をしていただいているなというふうに思いました。ただ、その時私も申し上げたんですが、それは自民党に対する怒りだけではなくて、政治そのものに対しての怒りも含まれていると、私はそう理解しておりますということを申し上げた上で、いろいろお話をさせていただきました。東京15区を見ても、投票率も決して高くはなかったわけです。たくさんの候補者が出ていた割に、話題のあった選挙区であった割にはですね、そして我が党の候補者、酒井さんは第1位を占めたわけですが、第2位は無所属の人、そして第4位は日本保守党の人ということで、そういう意味でやっぱり既存政党がに対する批判といいますか、そういうものもかなりあるのではないかというふうに思っております。酒井さんも大変頑張られましたが、無党派層で圧倒的に強かったわけでもないということで、2位の須藤さんにむしろ無党派層では負けているという調査もあります。そして4位の日本保守党の候補者も結構得票したということですので、やっぱりこれは相当真剣に、日本の政治そのものが問われているんだということを受け止めて、後半国会始まりましたが、政治改革について、しっかり議論をする、もちろん事実解明を明らかにするということも並行してやってきますが、そのためには政倫審とか、あるいは
委員会に、まあ、ポイントの方にも来ていただくということも重要になりますが、まあ、同時に改革論議もしっかり進めていかなければいけないと、まあ、改めて感じております。まあ、総理が、まあ旧文通費とか政策活動費について、まあ、少し言い方を変えてきております。具体的にじゃあ中身はどうなのかということは、まあ、これからしっかり見ていきたいというふうに思います。例えば旧政策活動費について、まあ、中身を公開するということについても言及されているやに思いますが、まあ、それが例えば、茂木幹事長に9億円の政策活動費が行きました。で、その内訳として、党勢拡大に4億円です、政策調査に3億円ですとか、そういうもし中身の公開だとすると、まあ、これはほとんど意味がないわけで、きちっと領収書を揃えてですね、どういう活動に使ったかということが分かるような公開でないと、まあ、意味がないわけであります。でまあ、そういうふうに公開するということになると、まあ、実は、そういう政治家、官庁やその他役職者にお金を出すという政策活動費でやる必要は全くなくなるんであって、党から各政治家の政治団体に支出をすればいいわけですから、まあ、中身を明らかにするということは、実は政策活動費とか渡し切り費はなくなるということだと私は思いますが、まあ、いずれにしてもですね、そういうざくっとした括りでそれが公表だというのは、まあ、それはまさしくなんちゃって改革だということになります。国民をこう裏切るものになるというふうに考えております。まあ、したがって、まあ、どういった中身が出てくるのかと、公明党さんもまさかそんなことで合意はしないでしょうねというふうに思っているところであります。私から以上です。それでは質疑応答に移りますので、ご質問のある方は挙手をいただけますか。共同さんどうぞ。共同通信の野田です。今政策活動費について自民党が、まあ、総理側 の、まあ、ちょっと容認に転じたというところに触れられたと思いますけども、政治資金パーティーについて の、公開基準ですね、寄付の公開基準についても引き下げで検討されているというふうな報道もありますけども、まあ、こちらについても受け止めございましたらお願いいたします。まあ、ここは私たちは政治資金パーティーは全面的に禁止というふうに考えておりますので、その立場から言うとコメントはできないということになります。まあ、それ以前の問題というふうなお考えなんでしょうか。その公開全面禁止なので、全面禁止ということを打ち出されているので、その基準の引き下げとかそういう問題ではないということです。基準の引き下げの議論をするということは全面禁止ではないということを、そういう立場に立つということになります。あります。他にいかがですか。宮崎さんどうぞ。フリーランスで宮崎信之です。政策活動費に関してお伺いをいたします。立憲民主党の考えとしては、政策活動費は廃止ということでしょうか。政策活動費および渡し切り費、いずれも廃止です。で、昨日、まあ、総理が外遊から帰って、まあ、ゴールデンウィーク中にもかかわらず、まあ、総理公邸でまあ、鈴木啓介さんらと会いまして、報道によって若干違うんですが、まあ、政策活動費に関して使途の公開ということで、私も非常にまあ正直驚いたんですけれども、まあ、他の報道ではまあ項目の一つとして自公協議に今週から臨みますというようなことがあります。まあ、大体冒頭発言でお話がありましたけれども、やはり政策活動費の使途の公開では全く不十分で容認できないというお考えでしょうか。うん、ですから全部ちゃんと出すと、領収をつけてというなら、それは意味があると思いますよ。あ、そうですか。はい、でもそれなら政策活動費じゃなくなるんじゃないかと私は思いますけど。わかりました。ありがとうございます。朝日新聞さんどうぞ。と
朝日新聞の大久保と申します。今 の政策活動費のところで重ねてお伺いしたいんですけれども、午前中野党の国会対策委員長会談がありまして、その後 の安住国対委員長のぶら下がりで、野党として一致したこととして、その政策活動費の全面開示を求めていくことが野党各党で一致したというふうな表現されているんですけれども、今あくまでもまだその廃止を立憲として掲げられているということで、今後他党との調整、そのどういうふうに進めていくかというところはいかがでしょうか。全面開示と廃止はイコールです。全面開示した瞬間にそれは政策活動費ではもうないということになります。なるほど。じゃあそういう意味において、他党の理解も得られているというご認識。他党も同じ理解だと思います。なるほど、分かりました。重ねてお伺いしたいんですけども、すみません、大丈夫です。ありがとうございます。他にご質問ありますか。よろしいですか。三景さんどうぞ。産経新聞の深津と申します。名誉毀損の刑事告訴の件についてお伺いいたします。本当はですね、排泄物に絡めて SNS 上で揶揄などをしていた人物に対する刑事告訴についてですね、不起訴処分となりました。このことに対するお受け止めをお伺いできればと思います。それは警察検察の判断ですから尊重されるべきだというふうに思います。ただ政党に対して、特に選挙の近い時に名誉毀損に当たりかねないようなことを言うということが自由に言えるわけではないと、私たちも一つ一つ判断しながら必要において対応していくということは申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。宮崎さんどうぞ。フリーランスで宮崎です。今国会、政治改革国会だというふうな発信がさらに強めていらっしゃいますけれども、かなり重要法案もあります。例えば今日衆議院ですと地方自治法の支持権というものを国に持たせるものですとか、参議院の方では離婚後共同親権に関して早速法務委員会の方では参考人4人参考人かける二部制で今日今やっているところです。経済安保もあります。なかなかこういったところに今国会関心が集まりきれていないというところがあります。じゃあ改めてですね、この後半国会、参議院の方はしばらくそちらも大変だと思いますけれども、会期ももう残り少なくなってきましたけれども、政治改革の法案と真相究明とそれと重要法案と、どういった形で党の外も含めて取り組んでいかれるか改めてお願いいたします。もちろんそれぞれ重要なことなので並行してやっていくということです。衆議院においても報道を見ていると政治その裏金の問題ばかりやっていたと、私も有権者の方からそう言われることは結構あるんですが、時間を見てくださいと、予算委員会でもそればっかりやってたわけではもちろんないですよということです。重要法案重要法案でしっかりと審議をしていきたいというふうに思います。あともう一件ちょっと時間があるんで、ちょっと1年前 の, 岡田さん個人の話なんですが、旭日大綬章の皇居で の, 親授式の時に受章者の中で一番年長者ということで民間ですけど日本チェーンストア協会の岡田元会長が天皇陛下から勲章を渡されましたけれども、その時ちょっと別角度からの写真で気づいたんですが、岡田和也さんが議員バッジしないで寄り添っておられたようですけれども、あれはご本人に一番皇居周り天皇陛下の周りのことで詳しい親族といった立場で参加されてたんでしょうか。いや、ちょっと分かりません。それは父から付き添ってほしいということでしょうから私が付き添ったということです。民間人で、岡田さんはこれ最後ですけれども、大阪の頃なんかこの漠然とした公への憧れといったものがあったかというふうに聞いたこともあるんですが、いろいろと民間人も税金とか払いますから、そういった形で
お父さんが旭日大綬章、しかもまあ年齢順で一番多く、まあ、天皇陛下から公、日本の国の公のために尽くしたといったこともあって、まあ、叙勲を受けたといったところで、何かお考えてみたらありましたでしょうか、1年前。いや、まあ、それは個人的なことなので、特に申し上げることはありませんが、ただ、まあ、他にも同じ日に受賞された方はいらっしゃいます。年齢的に言うと、もう20歳ぐらい離れている方ばかりですね、他の産業界の方。やはり、まあ、流通業界で初めての受賞だったということですけれども、まあ、それだけまだ地位が低いということの表れかなというふうに思っています。短めで2つお願いします。1つ目は、東京15区ですけれども、無党派は2割強、2位の須藤元気さんの方に支持がいっています。で、れいわ新選組は割れましたけれども、山本太郎代表は都知事選の時のお返しだということで、街頭演説を1回だけしました。ある程度、その量的金融緩和ですとか、あるいは積極財政といった山本太郎さんと、まあ、党の党勢はさらに伸びているようですけれども、そういったものへの支持があるというふうにお考えでしょうか。私が申し上げたのはそういう趣旨ではなくて、既存政党に対して、まあ、やはり嫌悪感が出てるのではないかと。もちろん原因は自民党にあるんですけれども、気をつけないと政治全体に対して、特に既成政党に対しての嫌悪感というものが、まあ、ヨーロッパを見ていても、まあ、とんでもない結果を招いたりすると、まあ、そういう意味でもこの国会でどうしても政治改革をきちっと成果を上げなきゃいけないというふうに思います。最後に常任幹事会であくまでも決まればですけれども、徳島一区は二木博文さんが自民党の方に移りたから、まあ、擁立ということだと思いますが、有志の会の、まあ、小選挙区で取っている議員は他にもう4人いますけれども、有志の会の他の4人のところとは衆院選では小選挙区は協力するんでしょうか。協力ということは双方向になります。別にそういう議論をしているわけではありませんが、自民党に行った二木さんはそれは自民党ですから、他の有志の皆さんは、まあ、基本的には国会で協力しながらやっているわけなんで、位置づけは異なるというふうに考えております。はい、ありがとうございました。他にご質問あります。共同さんどうぞ。共同通信の田です。あさって静岡県知事選が告示になると思います。で自民党本部がですね、党本部としての大村元副知事の推薦を、決める方針を固めたということなんですけども、まあ、共産党さんも出されたりはしておりますけども、与野党対決と言っていいかと思います。今回補選で参照されたことを踏まえて、どういった、選挙戦にしたいか、意気込みございましたらお願いいたします。まあ、立憲国民は推薦を安友さんに、鈴木康友さんに候補に行っております。まあ、しっかり協力しながらですね、勝利できるように党としても全力を挙げたいというふうに考えています。もう一つ別の話なんですけども、この3補選でですね、立憲の議席が3つ増えたことによって、政倫審での申し立てが可能になりまして、近く残り44人まだ出ておられない方のに対しての申し立てを行われるという方針を今日国対委員長会談で決められたと思いますけれども、このことに関しての受け止めといいますか、 ご見解ございましたらお願いいたします。当然のことですよね。我が党の従来からの求めです。まあ44人の中には自ら出てきたいと思っている人も、まあ、実はいるんじゃないかというふうに思いますが、まあ、しっかりと説明してもらいたいというふうに思います。まあ、選挙区帰ってもなんか収支報告書を適当に直せば、まあ、しかもなんか不明みたいな形でですね、領収書も何もなくて、適当に直せばそれで税金逃れられるということに対する国民の怒りは相当強いものがあります。でそういうことに対してきちっと一人一人が自らの問題について説明するということは非常に重要なことだと思っています。参議院も同じです。それからちょっと前回私少し発言の中で
総理、岸田総理にとっての唯一の道は6月の解散だという趣旨のことを申し上げましたが、若干ご訂正をさせていただきます。この国会会期中の解散が唯一の道であるというふうに申し上げておきたいと思います。会期は6月に終わるかどうか分かりませんので、違うやり方も当然あり得るかもしれません。もちろん7月7日に重なるような、そういう重なるというか、それとまあ近いような解散はできないと思いますが、大幅に会期延長すればそういう道もあるかもしれませんので、若干発言を修正しておきたいと思います。時事通信さん、どうぞ。時事通信、川上です。公職選挙法について伺います。東京15区で他の陣営から妨害行為があったことを受けて、今日日本維新の会が公職選挙法改正の骨子案たたき台というものを公表しました。今日の野党国対委員長会談でも説明があったというふうに伺っています。具体的な内容としては、選挙の自由妨害の罪について具体的な類型を明記するであったりとか、法定刑の引き上げというものがあるんですけれども、立憲民主党としては、特に今般の妨害行為を受けて公選法改正の必要性についてどのように考えているのか、また今回の維新の提案をどう受け止めているのかをお願いします。まず既存の法律で対応できないことなのかどうかと、それは警察検察の判断ということになります。そこがまだ明確には出ていないと、それを見極める必要はありますね。既存の法律でもできる、私はあれだけのことがあって、現在の法律で何もできないということはないんじゃないかというふうに思っていますが、そこは見極める必要があると思います。同時に、それでできないということであれば私は法改正すべきだと思いますが、書き方はよくよく気をつけないと、いざ自由な活動をも制約することになりかねない。これはそういう意味では諸刃剣みたいなところがありますので、要件についてしっかりと議論する必要があるというふうに思います。維新が示した叩き台の中では、その今回の選挙戦で警察による取り締まりが行われなかったとしてですね、検察官か警察官に対して取り締まりを公正かつ迅速に行わなければならないという規定も新たに設けるというふうに叩き台に示しているんですけれども、この点についてはどうお考えでしょうか。それが法的にどういう意味を持つのかというのをよく聞いてみたいと思いますね。はい、他にご質問ありますか。朝日新聞さん、どうぞ。朝日新聞の大久保です。先ほど共同通信さんから質問のあった静岡県知事選でお伺いしたいんですけども、事実上の与野党一騎打ちの構図になるということで、その国政に与える影響をお伺いしたいんですけども、過去に最近でも菅政権の時の横浜市長選がその後の菅政権の命運の鍵を握る事例もありました。もちろん場所や状況は全く異なりますけども、この静岡県知事選の与野党一騎打ち、今の政治国政に与える影響についてどうお考えでしょうか。横浜市長選の際にはもう明確な争点がありました。今回ももちろん全体としては対立の構図ですが、一つの争点を争っている選挙では必ずしもないと思うんです。とはいえ、一方は自民党が推薦し、他方は我々国民民主党と立憲民主党が推薦しているわけで、明らかな与野党の対立構図ということですから、しっかりと応援して、結果を出したいというふうに思っています。ありがとうございます。あと別件でもう一点お伺いしたいんですけども、政治改革の話で、立憲民主党 の独自案の法案提出、これについて目処等があれば改めてお願いできますでしょうか。いつでも出せますが、他の野党とも、特に維新や国民とも、できるだけこう共通する部分があるんですね。共通しない部分もあるんですけれども、だから共通する部分についてはほとんど違わないので、そこだけでも
を一つにして出せないかと、まあ、私はギリギリまでその努力はしたいというふうに思います。まあ、できなければバラバラに出した後議論していくしかないんですが、やっぱり共通のものがあるとそれで交渉力も強くなります、与党に対する、その努力はなお続けたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にございますか。よろしいですか。はい、では終了します、はいはい。